2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。今回はね、無限に、私が、お金を稼げる投資、外貨や FX で、外貨の FX 株式ね、先物ということでね、これに対して世界の人たちがね、私だけ、稼ぐことを妨害してきて、株式の投資とか外貨の投資は禁止してくるということでね、それをね、できないように、ある程度人々に稼ぎ方を教えておいてですね、それで、少しは稼ぐ方法を私から提供しまして、教えてね、流して、その生活資金にね、する人を少し多くして、で、投資でですね、株式投資は投資や外貨投資を禁止にされないようにね、漏らしてるところなんですね。自分だけ稼ぐとね、完全に世界中が、株式投資ね、外貨投資を禁止にするということなんですよね、役所はね。で、それに対して私が先に立って稼げない、また稼いじゃいけないということでね、世界一詳しくね、稼げるのに、それをしますと封鎖されるんですね。で、世界中のね、役所、人々の手によってですね、人々の考えなんですね。で、そういう職務、仕事をね、かなり強くさせてね、投資とか外貨の投資をね、強くさせて稼げる方法を私からある程度少しね、提供して、潰されない力ですね、俺たちは食ってるんだと、それをね、法律的に全部禁止、株式投資とか外貨投資を禁止したら食っていけないと、困るというふうな人材をたくさん増やさない限りね、力負けし、力でね、封印されるわけですね、世界で。で、私はもう無限に稼げる方法を知っておりまして、ね、それに対して、たくさん、ね、稼げることをある程度教えて、少し教えてね、それで稼がせて、今、人員を増やしてるんですね。バイナリーオプションや、FX 投資、外貨投資ですね、株式投資とやってきてるんだけど、なかなか増えないんですよね、人がね。で、私が少し稼ぐだけで、無限に稼げるんだけども、少しだけで稼ごうとしても世界の人が封鎖してくるんですね。はじめはレバレッジ25の規制とかですね、私がだけに対してですよ、稼げるからということで証拠金制度を減らしたりとかですね、バイナリーオプションでも人のお金で投資してたんですけれどもね、1億円近く投資してたんですけど、私が稼げるということでスペシャリストになったり しましてね、封鎖されたんですね、禁止されたんですね。それから自分で投資するようにして、いるんだけど、いろいろ封鎖されたんですけど、そういうふうにですね、まあバイナリーオプションだけ稼げてもダメだし、FX だけ稼げてもね、片方だけだったら封鎖されるんですね。両方できないといけない。株式も投資できるんで。ということで、多くね、仕事ができる範囲でね。それで、その多く範囲を取って先物でもね、稼げるんで。一つだけで、バイナリーオプションだけで稼げるって、稼ごうとすると簡単に封鎖されちゃうのね。世界を法律的に禁止してしまうと。無限に稼げるから私がね。ということで、
何種類も稼げる方法を一緒に同時に研究して、できるようになってきたんですね。で、というのは封鎖されないという、ね、しかしそれでも4個5個稼げる、ねようになった現状でも、そのある程度人々に稼ぐ方法を教えてね、たくさん仕事する人、生活費にできるように、いや、あの多く用意してたくさん道をね、用意していかないと潰されちゃうんですね。そういう人たちが少ないとね、現状まだ少ないんですね。力負けするんですよね。ということで私自身が全く稼げないみたいな状態なんですね。稼げてね、全部法律的に株式投資も禁止、外貨投資も禁止、先物も禁止、株式投資も禁止しちゃうですね。だからそれに対してだからとにかく粘ってるわけです。で、問題というのはそういうことですね。私と周りの人たちのね、仕事のね、勢力の力が足んないということですね。最も多い仕事なんでしょうけれども、稼いでる人ってあんまりいないんですよ。これは前ばっかしだね。負けてる人が多かったりするんで、それで食ってる人って少ないんですね。株とか外貨とかね。だから少しでも稼げる方法は少しは教えてね、食っていける人を増やしたいわけですけども、勢力負けして法律的に稼げることが禁止されてしまうということでね、まだまだ足んないですねっていうことで困ってるわけですね。株式投資、外貨投資ね、バイナリーオプション投資ですね、先物とも同じだしということなんですね。まずそういうことで今私自身世界スペシャリストであるね、一番世界一のね、投資家の能力があって一番稼げる、で一番本当は金持ちなんですけども、